三鷹田遺跡公園三鷹遺跡は埼玉県越谷市大成町にある遺跡古墳時代後期の集落遺跡かつて中川定地の水田地帯であった場所に位置する越谷市指定史跡三鷹遺跡は1966年から翌年にかけて発掘調査され古墳時代後期の住居跡が検出されたまた出土遺物には はじきやすえきなどの土器類、石器類や住居の柱や板などの溶剤に用いられた木製品、下玉や防水車などの送信具、日用品、それにもみや種子などの植物遺体があり、腰が谷の人々が住み着いた時代の証明になった。さらに、石器石材がこの地域では採取できないものである、ことから、他地域との交流が想定されている。集落の広がりは、 約16ヘクタールに及ぶものであったが、トネガは荒川島の河川に沿った微光地であるため洪水によって消滅したと考えられている。当時発掘を行った場所は、隣接地に発掘を記念してみた方遺跡公園が整備された。園内の郷土資料収納館には土器片などが保存されていたが、越谷レイクタウンの整備によって撤去された。また、 復元された縦穴式住居のほか、移築された江戸時代の名主中村悦月表門や、グラウンドなどが存在していた。そのほか、復元された弾木、末木などは、私立図書館の2階ロビーに展示されている。また周辺は、越谷レイクタウンの造成区域内にあり、遺跡が集中し発掘調査が実施されていない箇所については、公園として現状保存される予定。 ありがとうございます。